皆さんこんにちは。ライブ 2D モデラー兼バーチャル YouTuber の乾物ひものです。今日は一つ皆さんに謝らなければいけないことがあります。私は保存版プロが高可動域ライブ 2D モデルの作り方を一から教えますというシリーズを YouTube に投稿しているのですが、こちらのシリーズ更新を中止させていただきます。いやー、本当に申し訳ないです。もうね、更新中止の理由はね、いろいろあるんですけれども、その前に一つ言いたいのが、このシリーズっておそらく数々のライブ 2D 講座動画でもかなり異質でして、そもそもライブ 2D メイキングって歌っておきながらライブ 2D の解説を一切してないんですよね。パーツ分けの解説で止まってるんですよ。なのに再生数がめちゃくちゃ多いんですよね。見ますと、パート1が2022年1月18日現在48万再生で、パート2が29万再生。いかに期待されてたかがわかりますよね。もうコメント欄でも次待ってますみたいなのがすごくすごく多くて、だからなんとか私も曖昧まで続けようとは頑張ったんですけれども、やっぱり今の私の環境だとちょっと厳しいかなと思いまして、今回の決断をさせていただきました。で、その厳しいなってなった理由が主に3つありまして、一つは単純に忙しい私はね、デビュー当時から忙しい忙しい言ってるんで今更ですけれども、最近はね、ほんとありがたいことに私のライブ 2D をすごい注目していただいておりまして、もう本当にね、基本ライブ 2D しかしてないみたいな状況なんですよね。で、ライブ 2D はもう私にとって生きがいなんで、その状況は全然苦じゃないんですけれども、もうさすがにね、ちょっと体力とか気力的に曖昧まで本格的な動画を作るのがだいぶしんどいもう最近ね、もうライブ 2D で頭使いすぎて、普通にこう合間でアニメとか映画とか配信とかをもう見る気力すらなくて、もう最近何やってるかっていうと、もう合間に脳死でずっとピクロスやってますマリオのピクロスやってます。そういうね、ライブ 2D 以外に咲く脳のリソースがないっていうのが一つで、脳のリソースがないとどうなるかっていうと、更新が遅れる。一つ恐ろしい事実を言いますけれども、この高可動域ライブ 2D メイキングのシリーズ、最後に更新されたのが2021年3月12日、驚異の10ヶ月前っていうね。ここまで時間が空くとどうなるかっていうと、本当に待ってる人が辛い他にもう一つ良くないことがあって、情報が古くなるんですよ。このシリーズで使用させていただいた青葉くんのモデルは2020年10月制作なんですけれども、その時点では私が持っている全ての技術をつぎ込んだ自身最高クオリティのモデルだったんですね。でもまあ更新をね、もたもたしているうちに、そこから1年以上経ってしまいまして、普通に考えてもクリエイターがね、1年経ったらかなりスキルアップしてるでしょうし、私のことを1年以上前から追いかけてる人だったらよくわかると思うんですけど、私去年1年間で恐ろしいほど技術が成長しているんですよね。なんか自慢っぽくなっちゃうかもしれないですけど、本当に客観的にもう去年はスランプを乗り越えて、いろんなね、技法をこう身につけたり編み出した1年だったので、正直1年経って製法がほぼほぼ別人のレベルになってるんですよ。変わったのは私だけじゃなくて、ライブ 2D も何度も何度もアップデートしてどんどん新しい機能が追加されてますし、当時ね、主流のトラッキングソフトだったフェイスリーグはね、もう販売終了してる？してたっけ？ちょっと覚えてないけど、まあフェイスリーグはね、もうサポート終了っていうね、お知らせがもう出ていて、販売終了が決まっていて、でも今は VTube スタジオとか、あと私もね、開発に関わりましたにじまライブとか、もっと強強なソフトがね、今メインを張っております。そんなこんなで私が動画を作れないでいるうちに、全ての情報が古くなってしまいまして、もちろんね、その当時本当に心を込めてお作りしましたので、今でも通用する技術もたくさんありますけれども、今見るとね、ちょっとコスパが悪かったり、もっといい作り方があったり、あとそもそもね、今だと通用しないみたいな作り方もたくさんあって、で、私的に今はもっといい方法があるって分かっていながら以前の作り方を教えるっていうのはちょっと違うかなというか、昔はこういう方法もあったって伝えるのは一つのやり方だとは思いますけど、もう時間がない時間がないって言ってる時にわざわざその手法を取るのはあまり良くないんじゃないかと、これが2つ目の理由です。
後、これはね、動画の構造上の問題なんですけれども、このシリーズの動画って、青葉くんのモデリングの過程を1から10まで全部録画しておいて、その膨大な動画を早送りとかカットとかしながらまとめていって、でタイミングを合わせて、後付けでうまくこう、合うように解説音声をつけていくみたいなね、作り方なんですよね。これね、くっそ時間がかかるんですよ。元の動画時間が長すぎて、それカットするだけでも大変だし、で、作ってる時何も考えてないから、もうなんか、目、口、鼻、目の修正、ちょっと物連座入れる、はい、口の修正、みたいにね、すげえバラバラに作ってて、的確な解説をね、それに合わせて作るのがすごい難しい。なんかもう、はい、今、目作ってますね。あー、いや、これ、ミスりましたね。おや、次は、鼻を作るのか？いや、一旦口を作ると見せかけてまた目を修正し始めた、みたいな。謎の実況音声になっちゃうんですよ。まあね、これがゲーム実況とかでは楽しいですけど、解説としては不適切かなってね。まあ、そういうミスも含めて制作の流れを見れるのはメリットの一つだとは思いますが、それはね、最近配信で一から制作するっていうのをやっちゃってるんで、もうそういうすんごい構造的に大変な制作をわざわざ動画でするっていうのはどうしても難しくなっちゃうんですよね。そんなこんなで更新が難しい理由は以上の3つになります。で、シリーズを打ち切るか否かについてはずっと前から悩んでて、何度もこう、そうしようとみんなにも話そうと思ってた時があったんですけど、どうしてもね、こうコメントとかでいつまでも続き待ってますとか、ツイッターとかでもね、そういうコメント見るともう決心ができなくて、ずる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 時間が経ってしまって、で結局ね、待ってくださる方を一番悲しい気持ちにさせてしまったなって思ってます。本当に本当に反省してます。まあ、こっからは余談なんですけど、私ってもともとはゲーム実況者として VTuber デビューをしたんですよ。で、その頃からもうゲームも歌も実況もイラストもライブ 2D も全部やりたーいってね、超わがままで、まあそりゃ時間なんて足りるわけがなくて、で結果的に実況もね、中途半端に諦めるしかなかったし、他にもね、やるって言ってやれてないこともたくさんたくさんあって、今までね、本当に多くの人を失望させちゃったなと思ってます。で、こう、私の努力が足らないからだと、頑張ればなんとかなると思ってたんですけど、そんな根性論で時間が作れるならとっくに余裕ができてるんですよね。26歳、弱い26歳になってようやく気づきました。もう私のキャパはこれが限界だと。気づくの遅すぎって感じですけどね。なんで、もう自分の時間管理能力はクソ雑魚だと思って行動することにします。コンスタントな更新が必要になることはやりません。でも YouTube 的に具体例を出すと、今回みたいなね、一から解説しますみたいなシリーズは動画では今後やりません。たまに VTuber さんの許可を取って配信でリアルタイムでモデリングする形になると思います。で、制作配信のアーカイブはこれはちょっとメンバー限定にさせていただきます。もうただでさえね、お出しできるものが少なくて申し訳ないですので、メンバーは基本見たい時にもうチッと入ってチッと抜けるみたいなね、感じで全然大丈夫です。それでもね、本当にたくさんの方に今入っていただいてますので、本当にありがとうございます。で、配信としてはさっき言った一から制作配信とか、あと来たライブ 2D の質問にリアルタイムで答えていく解説配信とか、あとライブ 2D リアルタイムアタックみたいなね、ついこの間なんかライブ 2D で福笑いをやるみたいなね、時刻みたいな配信をしたんですけど、そういうね、企画系のライブ 2D のね、配信もやりたいなと思ってます。配信もぶっちゃけ準備とか、あと配信自体にもね、結構私エネルギーたくさん使っちゃうんですけど、緊張しいなので。でもまあ編集の手間がないんで、収録せっかくしたのに世に出ないみたいなね、ことが少ないんですよね。なんで少しでもね、コンテンツを世に出したいので、そういう形にしたいなと思います。で、動画は以前からずっとやってる実績公開動画、これがメインになると思います。もし余裕があったら短い解説動画なんかも作りたいです。これは本当に更新を期待しないでください。一応その動画はシリーズとして作ります。まあ名前は神モデラーへの道みたいなでも解説の順番とか頻度とかはもう全部バラバラで、更新いつあるかわからないみたいなね、たまに上がったら嬉しいみたいな、おつまみ感覚で見れる講座動画みたいな作りにしたいと思ってます。
構造としては以前作ったまつげの作り方みたいなね動画に近くなるんじゃないかなと思います。で、まあ、今回シリーズとしては打ち切りになっちゃいますけれども、青葉くんのモデルもね、そういう単体の講座動画としてじゃなく、このシリーズでちょくちょく取り上げるみたいなね形にしたいと思います。今回伝えたい話は以上です。なんかこういうこう動画周りのコンテンツについては本当にデビューしてからずっと更新遅くてすみませんってしか言ってない気がするんですけど、それでもねこんなにたくさんの方にチャンネル登録していただけて本当に本当に幸せ者だなと思います。今年もねゆるーく頑張っていきたいと思いますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。以上、乾物干物でした。バイバーイ。